はい。皆さん、こちは。ネット物販講師の黒沢です。こちらの動画、緊急で撮影しております。結論から申し上げますと、ま、こなり社長関連の動画のほとんどを非公開にさせていただきました。コメントや高評価いただいたにもかかわらず、今回非公開にするという措置を講じてしまい、誠に申し訳ございませんでした。このような措置を講じた一つのきっかけになっているのが、峰島社長の投稿でメインチャンネルを潰されました。今後は、サブチャンネルをメインチャンネルにします。 のでチャンネル登録お願いしますというものを拝見したからなんですねこちらに画像が添付してあってそこには削除の申請者株式会社ノーアンサーの名前がありましたこれ、マコなり社長の YouTube の運営会社ですねそしてたくさんの動画に削除の申請が行われそのうち3つ著作権侵害の警告が 出てしまい、お使いのアカウントは7日後に無効になりますっていうふうに書かれています。これを見てやべえなと思いまして、自分も対策を講じさせていただきました。峰島社長には感謝してもしきれないですね。こういったリアルタイムの生々しい現状の投稿っていうのは、本当に私も弱小ながら、マコナリさんについて言及している動画っていうのが何本もありましたので、自分にとっては本当に 渡りに船と言いますかね、転ばね先の杖と言いますか、非常にありがたいことです。でですね、私、まあ、正直怒っているんですよ。峰島さん別に大嘘こいてるわけではないし、誹謗中傷しているわけではないんですよね。結局のところ、周りの人がおかしいなって思っていることを追求して、 事実だったり、場合によっては、いろいろなデータに基づいた推測だったり、試験としてね、個人的な意見として、これは違うんじゃないかっていうことをおっしゃっていて、それは批判。 には当たるかもしれないんですが、誹謗中傷ではないんですね。で、学問の分野っていうのは常に批判と反論の繰り返しで成長していくものです。それと同様に、こういった YouTube がありました、これについて自分はこう思いますっていうことを、まっとうな事実ベースだったりだとか、口コミなどに基づいてちゃんと話している峰島社長っていうのが、たとえ、ま、あコナリさんのことについて、通列なね、ご意見をおっしゃったとしても、それは、 別に悪意があってそうしてるっていうわけではないと思うんですよ。真っ当な意見をおっしゃっているだけだと思うんですね。 もちろん、YouTube というある種エンターテイメント性っていうのをどうしても求められるような世界の中だと言葉面が多少どちらかというと装飾的になることはあるかもしれないけれども私はミ島社長がマコナリさんについておっしゃっている話っていうのでものすごく勉強になることがありました。正直マコナリさんの動画よりもあります。だから今回このような形で株式会社ノーアンサーが、まあ、著作権違反 なのでね。そこに関してはまあ法律的なもんだから、しゃーないじゃないかっていう方もいるかもしれないですけれども、どうもね。腑に落ちないというか納得できないっていうことがあります。で、その論拠になっていることっていうのを申し上げさせていただくと、以前マコなり、社長と竹之内社長という方が対談動画っていうのを上げられていました。で、その中の現地を取っていたからなんですね。現地を取るっていうのは、証拠となるような発言をすることを現地を取るだとか現地を取られるって言うんですが、それもこの下に。 っておきますまこなり社長かける竹内社長異常すぎるまこなり社長まるまるな行動失敗だらけの過去今後熱いビジネスも話しちゃいますっていう動画がありますこちらの17分56秒のところからご覧いただければと思うんですが私文字起こししましたので読ませていただきますまず竹内社長が まこなりさんも結構なアンチに戦っているというか、戦いはしないんだけれども、言われることってあるじゃないですか。炎上したりだとか。それってどういう風な感覚で捉えられてるんですかと質問しました。それに対してのまこなり社長の答えっていうのがこれです。僕の価値観は敵はいないなんですよ。人生に敵は一人もいない。そこもまた試されていると思ってるんですよ。自分が。自分が嫌いな人ありのまま、 僕のことを嫌いなままその人を愛することができるか。これができるかどうかが僕の人生の中ですごい重要なことなんですよ。それができる人生が僕はかっこいいし、その結果どうなろうと僕は敵を作らない。敵と認めない。どんなに僕を嫌いな人でも敵と認めない。敵はいない。僕のことを攻撃したいんじゃないんです。攻撃した結果何か得たいものがある。 地位や名誉かもしれない。YouTube だったら広告収益かもしれない。彼らも一人の僕と同じ価値観ある人間として幸せになりたいんです。それをやってるだけ。その手段として僕を使ってるだけであって、それでお役に立てるんだったらいいじゃないですか。って発言をしています。私はこの動画で現地を撮ったと思ったからマコナリさんについて言及していたんです。 要するに、ま、こなりさん、まず敵を作らないということ。そしてそれが自分の人生の中でものすごい重要なことだと考えている。さらに、YouTube だったら広告収益かもしれないけれども、何か得たいものがあるから自分をネタにいろいろなことを発信している人間もいる。でもそれでいいじゃないですかと。 その手段として僕を使っているだけで、それでお役に立てるんだったらいいじゃないですかっていうことを、はっきりとこの動画の中でおっしゃっていたので、今回、思いっきり動画に削除の申請を行いまくってるっていうことが、ちょっと、唖然としてしまったんです。 自分を出しに使ってね、お役に立てるんだったらそれでいいっていう風に言い切ってる人だったので、いくらなんでも言ってることとやってることが違うんじゃないかなと、個人的には思、いました。口約束って言ったらそれまでかもしれないけれども、竹内社長との対談で、下り顔で、もうゴーゴーした内容、思いっきり言い切った内容と違う行動を取るとは私も思ってなかったので、んなんて、 って言ったらいいのが、本当に平行しているし、あぜんとしているし、ある種ヘ液としているし、本当に寝耳に水というかびっくりしました。他の動画でも著作権違反うんぬんのものっていうのは、そこはちょっと気をつける必要も出てきましたので、またね、何かしらの動画、 非公開にすることもあるかもしれないですけれども、こういう事情が絡んでいるってことを申し上げさせていただきます。別に言い訳をしたいんじゃなくって、もうただただ申し訳なく思っています。最後までご清聴くださり、ありがとうございます。